それでは第2試合を始めましょう。ルベリア七子バーサスチェスの駒ロコ。セカンドバトル第2試合始め。さて、どっからでも来や、お嬢ちゃん。どういうつもりなんだろう。あのバカ、何余裕こいてんのよ。七子殿、何を言っておられる。相手が少女だからって油断は禁物ですぞ。あのバカ、大丈夫なの。あいつの魔力なら。それに、ここに来る前ベストリで強力なアームを使ったと聞く。ああ、アルビスがそう言うなら。だが、戦いに絶対はない。また不安になっちゃった。七子とかいうあの男、ロコを外見で判断しているとひどいことになるでしょうね。聞いたことがあります。ロコの使うアームは変わった代償を必要とすると。それは楽しみ。レディーファースト、お先にどうぞ。ロコも舐められたものです。少し怒りました。一発で決めてあげますから。お、なんやねん、おもちゃでも入っとるんかい。そん中に これにします。呪いの七つ道具の一つ、ネグゼロ。動きを封ず。金縛り系の呪いだろう。その呪いを解く方法は無理だ。ホーリーアームを持っていなければ。確か七子殿はホーリーアームを持ち合わせていなかったはず。だから言わんこっちゃないのだ。よいしょ、呪いの藁人形。スパイク&ハンマー。ちょっと待って、何する気や君。レディーファーストですから。まさか。あれ、もしかして。やっぱりダークネスだわね、呪いのアームよ。でもそれじゃあ使うたびにあのロコって子にも何か呪いがかかるはず。ああ、その効果が強ければ強いほど逆にあの子自身にとっても危険なはず。このアームたちはロコにとって災いではないのです。副作用は年齢が下がっていくですから。使うたびに若返っていきます。ロコ、これでも32歳です。32歳であの柔肌。いや、あの、そういう問題じゃなくて。あれは6年前、私は
26歳。チェスの駒ポーンだった。そなたはチェスの駒か。ええ、その目には感情がない。それは悲しみゆえか、それとも。関係ないわ。私はただ戦場で生き抜くため強くなりたい。強くなるためのアームが欲しいだけ。お前は強くなるためならどんな犠牲も厭わないかい？ええ。このカバンに入っている7つの呪いのアームどもがお前の言葉を聞いて嬉しそうにはしゃいでいるよ。そのアームを私に？ああ、ただしこいつらは使うたびに術者にも災いを招くダークネスアーム。お前さんが使うたび副作用が起こる。それは構わないわ。どんなことが起きてもいい。私にそれを売って。お代はいらないよ。ちょうどこのアームを持て余していたところなんだ。私にはもうこれを使うための代償が残ってないんだ。あんたにあげるよ。あれから私は若返り続けている。今もアームを使うたびに。やりますね。大抵の人2本でショック死します。バイクはあと3本。何本持つのか楽しみです。アップしたのかな。ドロシーちゃんが真っ裸見してくれたらの。するか。ほな、もうちょい粘るわ。しかしこの呪いってやつは。やっぱりよう似とる。
エグゼロをホーリーアームじゃなくて精神力だけで破った。信じられません。4本目これでどう？化け物！エレクトリック、はい、ボス、やりますな。ナナシさん。この雷をぶち当てたんは君やない、ペタとかいうアホや。勝者、チェスの駒、ロコ。